ベストアグデル県は、かつて存在した、ノルウェーの県。ローガーラン県を西に、アウストアグデル県を東に置く。人口は2002年調べで157,851人。ノルウェーの全人口のおよそ3.4%にあたる。面積は7,281キロ平方メートル。県庁所在地はクリスチャンさん。ノルウェーの南西部に位置しており、北海に面する。 スカゲラク海峡からステザレンの南縁にかけて広がっており、シテスダルシン山脈に囲まれている。国土で最南端の地を含む県であり、マーンダル南部の島が最南端であり、本土でもリンデスネースが最南端。とても起伏の激しい県である。2020年1月1日、アウストアグデル県と合併し、アグデル県となった。1662年に、 リスター県とマーンダル県とが合併し、リスター・オグ・マーンダル県となった。以後、1919年にベスト・アグデル県となり、現在に至る。アグデル地方の西部であり、ベストは西を意味する。直訳すると、西アグデル県となる。また、この県の東には、アウスト・アグデル県が存在する。県の縦章は1958年に定められた、多くの木を描いたもの。 海岸線にクリスチャン山、マーンダル、フレッケフィヨルド、ファールんなどの都市があり多くの人口が沿岸に住んでいる。31のフィヨルドがあり、地形を使った海運、貿易業あるいは娯楽産業が主な産業となっている。メキシコ湾流がこの県の沿岸にぶつかっておりその様子からノルウェーのリビエラと呼ばれる。北部はほとんどが山であり、 中央部の高原では、牛や羊の放し飼いなどが行われる。ベストアグデル圏には15の開業政区が存在した。このうち、ソングデリーン、ソグネ、マンダール、マルナルダール、オードネドルの5つの自治体は2020年にアグデル圏となった際に廃止された。それ以外の10つの自治体は、続投している。ナイフィルッカー、ノルウェー政府。 2021年4月3日閲つらん。ネイブン・ P、なナイ・コモヤナー。ノルウェー政府。2021年4月4日閲つらん。ありがとうございます。